皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。また今日はジャンク品の修理動画になるわけですけれども、こちら、はい、赤い電気のステレオカセットデッキで、モデルナンバーが CS-30D というものになります。でこちら1973年に作られたもののようで、価格が、はい、100円です。まあ1973年のモデルなんで、まあ相当状態がよろしくないんですけれども、まあ状態としては、はい、テープ回転せずというところですね。まあ、一応電源つないでみてですね、中のこのモーターというか、まあカセットを回すメーカーがちゃんと動くかどうかだけを確認しようと思ったらば、まあ、一応再生ボタンを押すとほんの一瞬クッとこう中のローラーがこう回る感じがあるので、まあ、一応ゴムベルトはつながってはいると。ただしおそらくですけど、まあ、伸びきっちゃって、完全に駆動がかかんない状態、再生した瞬間だけちょっとだけ動くっていう感じの状態なんじゃないかなと思うんですけど、まずはとりあえずですね、こちら分解して、中身をちょっと見てみたいと思います。はい、というわけで途方に暮れる隣の部屋にやってきましたけれども、こちら赤いの CS30D、分解していくにあたって、はい、サービスマニュアルとかパーツリストとかを見つけてきたんで、まあ、それを参考にしながら分解にしていきたいと思います。まずは分解に際してちょっと邪魔になるものを外していきます。というのは、まずはこのカセットの蓋ですよね。これはこっちに引っ張ると外れるようになってます。まずはこれを外して、でこっちに録音レベルのつまみというかレバーがあるので、これの頭のこの出っ張ってるやつ、これも取れますので取りましょう。はい、そしたらあとは分解をしていきます。はい、これで、本体の下側にあった木の枠的なものは外された状態なんですけれど、ここの下がカセットのメーカーですね。でこっち側がアンプ関係の、回路とかだと思うんですけど、でこれが電源のトランスですかね。はい、でまあ作業の前に一応電源が入ることだけは確認できているので、まあ、あとはカセットデッキのトラブルといえばゴムベルトですよね。まあ、それが伸びきっちゃってダメになってんだろうと思うんですけど、まずここにここですね、ここの下あたりにモーターがあって、そっからこっちに1本のゴムベルトと、こっち側の方に1本ゴムベルトがかかってるんですけど、まあこっち側のゴムベルトを触ってみると、もう絵に描いたような伸びきったゴムベルトになってますね。ほとんどこれ駆動がかかんない状態のゴムベルトですね。でこっち側はやっぱりこっちもですね、ゴムベルトが完全に伸びきっちゃった状態なんで、それを交換すれば ある程度動くようになるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ70年代の機器ですので、まあ配線が正直洗練されてない感じですね。本当にごっちゃごちゃの配線がされてるので、おそらくはこれまでに何回かメンテナンスがされたんじゃないかなっていう、雰囲気が漂ってくるんですけど、こういうふうにケーブルがまとめられてるところがあったり、これが元からあったものかどうかわかんないですけど、どうも後からやったように見えるんですよね、これはね。
なのでまあとりあえずどこまでバラせるかわかんないですけど、このカセットのメカ部分をまず見えるようにしたいので、この辺のネジを外していきたいなと思います。はい、これでこの上側についてたこのカバーですね、これが外れた状態なんで、それでさらによく見てみますと、これですね、テープカウンターを動かす多分ベルトなんですけども、これは完全に、緩んじゃってますね。これがデッキのこちらのローラーと連動して、テープカウンターを回しているということなんですね。まあともかく汚れがひどいんで、汚れを除きながらやっていきたいと思います。